ミャンマーのヤンゴンにいます。でシェッターファイアですね、います。一番大きな仏塔ですね。すごいですねこれ。まだ見てます。すごいね、この黄金に光り輝いている仏塔はね、すごいですね。これでね、遠くから見るとすごい輝いてるんですけど、昼間はこの太陽の光で、夜はライトアップされてですね、で遠くからすごく目立つんですね。なんかやっぱこう見てると行きたくなるような仏塔、引きつけられる力を何か持ってるんでしょうね。まあすごいね、で周り見るとね、こういう風にねいっぱいそういう仏塔ですね、仏像がいっぱいあります。立派な建物ですね。地震も結構この国あるんですけどね、その地震も耐えてる、ね、立派な、まあ、建物、強固な建物ですね。すごいですね。これからちょっと今から回るところですね。すごいね。結構やっぱ国民の 85% は仏教徒で、タイと同じような感じですね。でしばらくここにいるとですね、やっぱりその人々のね、大体どんな人かというか、だから結構やっぱり親切な人が多いですね。これは正直なところ、東南アジアいろいろ回ってみたんですけどね、その中でもタイもそうですけどね、このミャンマーも同じような感じで親切で、人も結構、人種も穏やかかなって感じがします。